はいどうもポコです。それではね、今回もベガルタ仙台を使って、紅白戦をねやっていきたいと思います。その動画をねまたお届けしたいと思います。さあ今回もね、お相手はガマくんさんに、協力してもらって、お互いでねドラフトをして、まあ自分の一押しの選手を使って11人を組んでね、それを紅白戦という形で試合をやっていきたいと思います。さあ前回のね動画も上がったので、そちらもね見ていただければと思うのですが、まあ、今回は2戦目ということで、まあ、同じような、人選でねまたやっていきたいと思います。さあさあさあやっていきましょう。いやーでもね、あの J1 というか J リーグもねついに開幕しましたということで、もう第2節まで行ってますけれども、いやーもうなんか開幕からすごい激アツな試合ばかりですね。非常に僕も興奮しているわけですけれども、やっぱどの試合も目が離せないような展開、逆転勝利であったりとかね、もう大量得点であったりとか、そういうのも垣間見れてね、非常に見応えのある試合ばかりですね。まあ、ベガルタもね、初戦のホーム開幕戦ね、アルビレックス新潟には、まあ、スコアレスドローという形でしたけれども、最近のね、アウェーのね、J2、水戸ホーリーホックとの試合ではね、結構ね、ボールは握れなかった試合というか、うまく試合運びできなかったといった展開でしたけれども、まあ、最後は粘り強くね、勝って、最後、遠藤保志さんがね、決めてね、落ち着きのあるあのゴールでね、まあ、現地にいたね、サポーターももう大歓喜ですよね、あれは。いやー、あれは嬉しかったですね。ああいう逆転勝利、なんか久々らしくてですね、まあ、ツイッターでも見たところ、なんか1000日ぶりぐらいのね、先制されてからの逆転勝利ということで、いやー、なかなか熱い試合でしたね。さあ、まあ、こちらのね、試合もね、まあ、こちらの試合の解説、まあ、ちょいちょい入れながらね、今のその、まあ、J リーグのね、状況とか、そういったものを話していけばいいと思うんですけれども、まあ今回ね、ベガルタもまあ J2 というカテゴリーとしてはね、一つ下のところにまあ行ったわけですけれども、まあ主力はね、何人かね、放出してね、しまいましたけれども、でもなんかこう、まあそれこそリャン・ヨンギであったりとか、戻ってきましたし、もう即戦力の選手、もう中山とかね、あと内田とか、あと名倉とか、あと遠藤康とか、そういう選手もね、どんどん入ってきたので、まあ、その戦力という部分では、そんなにこう、劣る部分はないのかなというふうには見てますね。でね、やはりこう、そうですね、その、まあ、得点という部分では、去年はね、なかなか苦しい、いいところまで行って決められないっていう、ね、ところがあったんですけれども、まあ、前回のアウェー戦のように、フォワードだけではなくてね、2点目の吉野のゴールとかね、ああいう風にこう、中盤の選手とかを取ってくると、やっぱ、総合力も上がってくるのかなという風には思いますね。まあ、この練習試合もやってるようにね、やっぱ中盤のところも、やっぱり、なんでしょうね、まあ、前回のその阿部戦では、まあ、富田、吉野というコンビでしたけれども、まあ、意図としてやっぱりこう中盤でね、回収して、で、それをこう、サイドでやったりとか、トップの選手にこう、まあ、ボール配球して、で、そこからね、攻め込んでいくっていう形だったのかなとも、見て取れましたけれども、なかなかね、ボールを回収できずにですね、後手にこう、回ってしまったというか、やっぱり水戸の、やっぱ、出来具合が非常に良かった部分もありますので、まあ、そこがね、なかなか厳しい展開ではありましたよね。でも、まだね、第2節ですので、まあ、今後ですね、これからね、まあ、原崎さんのサッカーもね、どん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 こう良くなっていくのではないかと僕は期待してます。さあ、ここで決めていく。これうまいですね。皆川ですね。いや、皆川のパフォーマンス見てください、これ。これ、クリロナやってんですよね。クリロナリスペクトの。いいっすね、この展開。皆川がね、こういう風にね、走り込むっていうシーン。いいっすね。現実でも見れたらいいっすよね。ということで、僕が操作しているのはアウェイユニの、まあ、白の方なんで、まあ、先制されましたという形になりますね。ああ、うまい。
寄せ切れずに決められていくと。そしてこのパフォーマンスと。いやー、皆川ね、まあでもアウェーのこの前の試合もね、水戸戦も最後出てましたんで、最後ね、うん、出場機会どんどん増やしていってほしいね。まああとはね、いろいろ練習試合もやってるみたいですね。この前の中ベガでユースとの試合もね、まあああいう風にこう6対0とかで勝ったわけなんですけれども、まあああいう風にちょっとこう練習試合でもいいからね、勝ち癖をつけていくっていうことも大事だと思いますね。そしてね、この問題がこの高吉ですよね。石原高吉選手。まあ私が、まあ、見るからには、そのなんかあんまりその石原選手のその高吉の情報が入ってきてないというか、まあ怪我なのか何なのか、ただ単にこう序列が落ちたのか、いや序列が落ちるってわけではないとは思えるんですけれども、ね、以前まではね、あ、ここもうまいね、この抜け出しもいいね、一瞬の抜け出しも、まあということで高吉もね、なんか前は結構左サイドバックとかで、ね、非常に安定したねプレーを見せてたんですけれども、ちょっとね、なんかベンチ入りもしないような状況ですね。なんだろうね、なんかまだリリースされてないからわからないんですけれども、怪我なのか何なのかね、よくわからないですけれども、さあさあさあ、ということで、ここでニャンが回収して殴らに行くと。まあ、ホギーニョもね、まあ、どうなんですかね、序列的にはまだ最前線ではないんでしょうかね。やっぱ吉野がボランチで張ってますからね。やっぱりこうボランチ、こう守備的なね、ボランチがやっぱり、まあ多いというか、まあいい意味で言うとこう揃っているというか、そういう感じですけれども。で、そこで、まあ松下がちょっとね、怪我を負ってしまったと。非常に痛いところがありましたけれども、やはりこう前へ運ぶ、ボールを回収して、他の選手に、ね、預けるだけじゃなくて、こう自分で打開できるような、そしてサイドにこう展開したりとか、こううまくねチームの動きを活性化できるような、そういったボランチがやっぱりベガルタには必要になってくると思うんで、まああの第一節はねリャンが出てましたけれども、まあ、リャンも非常に良かったんで、やっぱりこうボールをさばける選手というか、まあ、散らしたりとか展開したりとか、それこそ前への推進力という部分では、まあ、リャンだけじゃなくてね、まあ、松下もそうですけど怪我したので、まあ、鎌田選手とかね、あの若手で入ってきてますんで、まあ、そこら辺もちょっと見てみたいのありますよね。どういう、こう中盤の組み合わせが理想的なのかっていうところも、まああとはその守備の部分ですけれども、フォーバックは結構安定しているんじゃないかなと僕は思いますね。揃ってきているというか、まあね、その右サイドバック松下ね、なんで使わないのみたいなね、ありましたけれども、まあ加藤もね、非常にこう、まあやっぱ左足使えるっていうところが強みですよね、彼は。なかなかね、左利きの右サイドバックっていうのはあんまり見ないんでね、まあ、そこもいいんじゃないかな。やっぱりこう、ボール持てるんで、そしてボールあんま失わないんで、やっぱりこう下からね、作るって意味ではいいのかなと思います。まあ、ここのシーンなんですけど、この内田がインナーラップしていきながら、あのトップとね、あのサイドと絡んでいくっていうこのシーンは、あの僕も操作してて、あ、非常にこれは、あの現実でもやってほしいなと思ったシーンでしたね。やっぱ内田ね、こうインナーラップでこう中に入っていくと、まあ、攻撃の厚みもね、まあ、しますし、ああいう風にこうサイドハーフの選手とトップのね選手がこう三角形を持ちながら絡んでいくと、やっぱり得点の機会っていうかチャンスも増えてくるんじゃないかなという風に思いますよね。さ あここで加藤をカットしていくと。まあ、内田もね、非常にやっぱり運動量も豊富ですし、まあ、前の推進力もありますし、非常にこう攻撃的な、まあ、守備だけではなくて攻撃にも参加できるような選手なんで、僕は期待しますよね。さあここで内田がいいポジションを取ってシュートと、っていう風に、
やっぱ内田はこうサイドでこう駆け上がるだけではなくて内側にも入っていけると。だから内田なのかな。いやそんなことない。ということで、まあその水戸戦の時もね、最後遠藤康史選手にゴールシーンも本当に内田からのクロスからまあ松井がヘディングで折り返しての。カルトーゾが、ちょっと倒れていい形で、安志選手に入っていくと。あれは良かったですね。やっぱりベガルタ得意のね、サイドバックからサイドバックへっていう、ああいう得点シーンね、僕は好きですね。ベガルタらしさが出たというか、やっぱああいうゴールいいっすよね。ちょっと前のね、なんかベガルタを思い出させるようなそういったなんか得点シーンだったなと思いますね。さあここも寄せていくと、加藤かな、ナイスディフェンスですね。そして石原貴義、いいんですよね抜け出し方が。いやーこれ欲しいけども、でまあなんかこうホーム第1節第2節見ましたけれども、遠藤康選手やっぱりこう安定してますし、やっぱりこう決定力もありますし周りも見えてるんで、それとあとその何でしょうね、ポジション的な部分で言いますと、まあハーフで使われることも多いんですけど、結構中寄りに使った方が結構いいんじゃないかなと。いうふうに個人的には思ってますね。遠藤康選手はこう中でこう入って活躍する、グイッと入っていくような選手でもあるので、まあ、もちろんね、サイドでもボール持てますし、貯めることもできるんで、まあ、いろんな役割ができる選手でもあるんでね、それは何とも言えないですけれども、結構インサイド寄りとか、インサイドハーフ寄りの感じで、まあ、右サイドバックの方もね、瀬戸が加藤がこう上がってくると、その左サイドの内田とか木田とかね、そこら辺の関係と同じような、だからこう左サイドと右サイドでよりこう同じような厚みのかけ方ができるんじゃないかなと思うんで、前回のその動画では結構その中盤の組み合わせとか、トップの2人の組み合わせとか、そういうのものをちょっとコメントしましたけれども、あ、ここでカルトーズ決めましたね。まあここはシンプルな攻撃ということで、でそのやっぱりこうサイドバックとサイドハーフの関係も大事かなと。まあどこの関係も大事になってくるんですけどね。さあさあさあ、そんなところですね。いろいろも話はまとまってないですけれども、話足りないですけれども、まあ、今後もね、こういう動画をね、上げていきながら、まあ、ベガルタのこともね、話していければいいかなというふうに思います。まあ、でも非常にね、楽しみですね。まあ、勝ち点をこう、落としてないというか、まあ、負けてないんで、まあ、徐々にね、まあ、引き分けでも、まず最低引き分けでもね、勝ち点を積み上げていけるようになる。特にアウェー戦ではやっぱり勝ち点1は必須になってくると思うんで、そこを積み上げていけば、まあ、上位も狙えますし、狙えると思いますしね。非常にこう J2 は戦い方がね、J1 とはまた違ってくるんではないかというふうに思いますね。さあ、そろそろですね。まあ、1-1ということで、これは終わるんですかね。確かね。惜しかったけれども、ちょっと、福森がいいディフェンスをして、カットしていくと。いうことで、1-1で終わりましたね。非常に楽しい2試合でした。自分でやっててもね。ということで、ガマくんさんご協力ありがとうございました。それではね、また、いろいろベガルタの話とかもね、しながら動画を上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。